それと大学のカリキュラムの整理ですね、まあ、私がいる大学でもそういう整理をしてますが、もっと国を挙げてですね、こう人材育成をしていく仕組みが必要でしょう。そしてそういう人材を保障するこう認証制度ですね、まあ、それもやがては必要になるのではないかと思います。で、指導者が、まあ、人口に占める比率というのは、まあ、スカンジナビアとかヨーロッパでは数パーセントですが、日本北海道では、まあ、0. 何パーセントですね、非常に低い。私たちはまっさらな大学院を独自で何が何でも携わる、まあ、いろんなあの分野の仕事が必要なんですけど、圧倒的にそういう人材が不足しています。ただそういうことをやりたいという若者たちがいるんですよね。ただ職にうまく結びついていないというのがあの日本まだ問題でして、やっぱりあのなかなか理解されないというのは情報不足ということがあったと思います。やはりあの基本的な